河瀬明は、大分県大分市出身のプロ野球選手。宇藤左田。福岡ソフトバンクホークス所属。2020年度育成ドラフト会議で、オリックスバファローズ一巡目指名の河瀬健とは弟。大分市立、各小中学校から、軟式野球をはじめ、各ヤンキースに在籍する。大分商業高校に進学。 第95回全国高等学校野球選手権大会では、後に、プロでもチームメイトとなる、1年先輩の2年生エース笠谷、俊介と同学年の森下徹人氏と共に、1年生ながら、控えとして、ベンチ入りしたが、試合出場機会はなかった。2年生からは、投手と兼任で二類種のレギュラーを獲得。笠谷がチームを退りいた後はキャプテンに指名され、 遊劇手と投手との県民で森下とライバル関係であった。甲子園の出場は1年生の夏だけで2年3年、政治ともに大分県予選で敗退。2015年10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから6巡目で指名され、同年11月19日に契約金3000万円、年俸480万円で、 契約合意に達し、入団した。背番号は00。2016年は、宮崎春季キャンプ前の1月5日、ランニング中に転倒した、際の左手の骨折で、同月4日に、福岡市内の病院で、左手修上骨の間欠的骨折合術を受けたと、発表された。二軍公式戦において30試合に出場し打率、1 6十。 三軍戦では58試合に出場、打率、269の成績を残す。2017年は、一軍公式戦の出場機会は得られなかったが、二軍のレギュラーとして定着し、二軍公式戦において81試合に出場し、打率、241、15打点の成績を残す。三軍戦においては、十三試合に出場し、打率、七十五。 8打点だった。オフの10月19日、11月25日から、台湾で開催される2017、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPB ウエスタン選抜に選出された。2018年、5月23日の対埼玉西部ライオンズ戦において9番、遊撃手として1軍公式戦初出場を、初選抜で飾り、 翌24日の同一カードで初安打を記録する。6月19日のセパ交流戦、対東京をヤクルトスワローズでは、右前に点的時打で初打点を挙げる。レギュラーシーズンは1軍公式戦で13試合に出場した。日本シリーズでは出場資格者名簿に登録されたが、出場機会は得られなかった。シーズンオフの11月19日、福岡や福岡。 ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、70万円アップの550万円、金額は推定でサインした。2019年5月26日に一軍昇格を果たし、6月4日のセパ交流戦、対中日ドラゴンズ戦において先発出場し、敵地打を記録する。一軍公式戦では主に守備や、 ダイソーの途中出場で29試合に出場した。2020年7月15日に一軍昇格を果たした。しかし、打撃は不調で8月20日の対ロッテ戦でシーズン初安打となる二塁打を放つまで16打数0安打だった。また、8月11日の対オリックス戦の5回の守備で2つのエラーを犯し、この影響でこの回6失点し、一時逆転された。 この試合は、柳田ゆきの最逆転となる本類打で、ソフトバンクが勝利した。自身のエラーに起因する逆転負けを経験している、柳田は為替をおもんばかり、お前は悪くない。千賀が悪いんだと声をかけたことをヒーローインタビューで語った。すると、14日後の8月25日の同じ状況の試合で、8回に試合を決定づける二点的自打を放つなど、 三打数に安打一死球の活躍で、見事リベンジを果たし、勝利投手となった地下と共にヒーローインタビューに、選ばれた。10月27日の対ロッテ戦、5回戦投打者として、石川由美から二塁打を放ち、その後の中村明の犠牲フライで本塁に生還し、先制した。結果としてこれが決勝点となり、チームは3年ぶりのリーグ優勝を果たした。巨人との日本シリーズでは、 1> 第1 0 9回に遊撃手として守備につきシリーズ初出場を果たした。第2 0 9回虫1・2類の場面のシリーズ初打席で中前安打を放った。投手としては最速時速143キロメートルのストレートを投げ、請球がよく遊撃守備における送球も安定している。ありがとうございます。